ブラジルでミス刑務所コンテスト、優勝者は強盗で服役中。ブラジルの首都ブラジリアにある女性刑務所で今年3回目となるミス刑務所コンテストが開催された。同コンテストには約100人の受刑者が参加。モデル事務所によって選ばれた12人が決勝大会に進出し、色とりどりのドレスなどを着て美しさを競い合った。優勝したのは黄緑色のきらびやかなドレスでキャットウォークを歩いた受刑者。司法当局者によると、この受刑者は武装強盗で6年2ヶ月の刑を受けて服役中だという。武装強盗ですよ。強盗で服役中は先に言わなかった方が良かったね。そうですね。落ち的に持ってきた方が良かったんじゃないかなっていう気がする、ね、そうですね。はい、申し訳ないです。いえいえ、すごいはすごいね。すごいですね。まあ、こういうのあれですか、まあ、ギャップがいいっていう感じも。何らかの罪を犯して入ってるわけだからね。そうですね。言うにこと書いて武装強盗。武装強盗ですよ。ただの強盗じゃないですね、うん、もうちょっとなんかね、お金を得る手段いっぱいあったんじゃないかっていう気もするけどね。そうですね。その自分のその特技はほぼ生かしてないわけだよね。そうですね。美貌があるのにもかかわらず、うん、そのこの美貌を生かして武装強盗をやってみました。まあ、美しすぎる武装強盗と。そういうことですね。はい。それは。この間、なんていうかな、刑務所から脱走するっていうこと自体は、はい、まあまあ今までにいろんな例がニュースでありましたけど、刑務所に侵入するっていう事件が、その受刑者なのかな、受刑者なのか、はい、受刑者が、まあ、どういう形で外に出たか分かんないけど、はい、あのこっそりと刑務所の中に入ろうとしたっていうのがあって、まあそれで考えれば、はい、まあ、おかしいなとは思うけど、何かを持ち込もうとしたとは考えられるわけじゃない、例えば薬であったりとか、はいはいはい、あの携帯電話であったりとかって、はい、でそういうものも一切持ってないんだって。怪しい。だ、何のためにその刑務所に忍び込もうとしたのかがわからないっていう。なるほど。へえ、うん、よく見せ物小屋とかでさ、はい、落語とかでね、はい、ここから入ろうかなと思って入ろうとすると、そこから入っちゃダメだよっていうところ、後ろ向きに入ろうとすればそこから出ちゃダメだよっていうふうに押し込まれるなんて小話がありましたけれども、まあ面白い。面白いですね。まあ、とりあえずあれですか、あの不法侵入かなんかで捕まった。まあ、一応捕まったは捕まったっていうか、まあ、出ることに関してのセキュリティは万全だからね、脱走に関しての。はい、ってことは侵入に関してのセキュリティが万全ってことではあるので、そうですね、ほどなく捕まったらしいけど、昔ね、まあ、高級士官学校を略して高校時代じゃない、はい、を卒業して、はい、まあ、OB になって先輩になって、部活の合宿とか見に行くじゃないですか。はいはいはい、で夜中までどうせ泊まって合宿やってるから、まあね、まあ、OB になってから行くときってさ、はい、とりあえずなんか手土産の一つも持っていかないと、はいはいはい、なんだよ手ぶらかよっていう風に自分も言ってたなって思うと、はいはい、いや持っていかなきゃって結構、 結構何を持っていくかは大事だな最初のうちはと思う。なるほど。なんてことを思いながらね、なんかいろいろちょっとジュースとか買って、はい、で入ろうとしたらもう夜中だから校門とか閉まってるんだよ。ねえ、そう、OB を締め出すとはどういうことだと思いながら、はい、あの高いフェンスをですね、一生懸命大きな荷物を持ちながらガン乗り越えて行こうとしたら、はい、どうも地下近隣の住民から通報されたらしくて、学校荒らしが今、ね、何か大きな荷物を持って学校荒らしが今中に入ってますっていう警察が来て、えらいことになったと思います。結局警察には何て言われたんですか。 OB です、 OB ですっていう。ああ、俺にこのジュースで何をしろと言うんだっていうこのジュースで何ができるの。ミスターもありましたけど。なるほど。さてどうぞ。G 様行こうかな。はい、じいさま、元帥マーシー大佐こんばんは。はい、こんばんは。先日携帯電話の予測変換の話が出ていましたが、はい、ありましたっけね。なんだっけ、あの数出すとすいませんとかになる。あ、もうだと申し訳ありません、はいはいはい、予測してくれる、また謝るでしょう。予測変換は、私の携帯電話は1年半ほど使っているものの、予測変換の域が全く合いません。
前のことは通貨の中、あ、通貨の中ね。ああ、なるほど。通貨の中、通貨セルラーじゃないわね。懐かしいですね。今時通貨なんだと思いながら。本当ですよ。通貨の、まあ今時通貨っていうのはあんま使わないけど、ね。確かに使わないですけど。通といえばカーラ。ええ。通貨の中だっただけに余計に思うのかなと。あ、この予測だよって言ったらスッと予測が出てくれたと、はいはい、そのうち慣れるだろうと最初は言い聞かせていました。しかし使い始めて割と早い時期に書きたいと入力した時のことです、はい、書きたいで、なぜか変換候補の一番前にガキ大将がそうだよね、予測変換って濁点とかついてないのにもかかわらず、その濁点ついてこれどうせこれと間違えたんでしょって感じで出てくるんだよな。そうですね、親切心なのか、うん、その瞬間に今の子に期待するのは諦めました。ちなみにそれ以前にガキ大将と入力したことはありません。まあで書きたいまで入力したのにいろいろ差し置いて一番前というのが謎です。いや割とでもそうだよ、確かに。あ、ガキ大将っていうのはもともと入ってたことなんだろうね。あ、すごいな、この通貨の中だっただけにというのとガキ大将というのと、もう全て昭和の匂いがとても昭和の匂いがするしますね、うん、あ、うん、でも確かにそうね、あの関西弁とかって、はい、あの変換するときに、だから今ちょうど大師とイフを、はい、まあ、ちょうど終わりましたけれど、はい、やってたときにちょっと進行表で、まあ、大師のきっかけゼリフとかそういうのとかって、はい、関西弁で書いたりするわけさ、はい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 、打ったりすると関西弁って変換されないんだよね、っていうかおかしな変換のされ方するわけさ。あ、なるほど、日本語とはちょっと違うから、はい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 、その表現が、はい、関西弁を流暢にあのちょっと変換してくれるのがあると嬉しいなっていうふうに。わりかし最近の携帯っていうのはやっぱり頭いいなと思うんだけどね、変換とか見てると、うん、でもそうだね、あのだから関西弁だともうほとんどひらがなにするっていう、あそういう時はもうすごい読みづらいんだけどそういうでも確かに、はい、その実際明治になるまで、はい、鹿児島の言葉と青森の言葉っていうのは、スペイン語とオランダ語よりも離れてるっていう、これ意味わからないような表現的に。スペイン語とオランダ語って別に言語違うんだけど、はい、スペイン語わかる人はオランダ語わかるんだって。でオランダ語分かる人はスペイン語分かる。大体言葉っていうのは多少分かれてたとしても元っていうものがあったりするから、元があって分かれてるから大体の意味は通じるっていうのがあるんだけど、青森弁と、まあ、津軽弁って言えば何弁って言えば、と鹿児島弁、はい、薩摩の方の言葉っていうのは全く同じところからで、日本語なんだから、はい、同じところから出てるはずなのに全く通じないっていう、通訳がいないと無理。はい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 、はい、だからあの北海道とかってさ、まあ、開拓しに行くトンデン兵とかあったから、はい、いろんな土地土地の人が集まってるじゃない、だから土地土地の人で集まってないと、はい、言葉が通じないから。あー、なるほど、大変だったらしいですよ。そうなんですね。ちなみに名古屋弁っていうのはですね、はいはい、あの一番最初に、はい、書かれた日本で一番最初に書かれた聖書っていうのは名古屋弁だったと。そうなんですか。うん、へー、らしいです。あ、そうなんですね。それでもね、まあ確かだと思うんだよ、それは。はいはい、確かだと思うんだけど、はいはい、あの十何年前にその知識は得たんだけど、はい、この十何年間それを裏付けるようなことを聞いたことがないんだっていう。ただ一番最初に聖書を翻訳した人は名古屋人なのよ。あー、なるほど。そう、終わりの人なんだよ、はい、だから名古屋弁で書かれていたのであろうと。あー、名古屋弁の表現が使われたのであろうと言われています。はいはいはい、っていうのをね、昔ね、はい、最初にタコ食べたのも名古屋人だって、はい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 、僕はラジオとかで言ってたんだけど、はい、それは坪井のりお大先生がね、はい、坪井のりおさんがあの名古屋は栄をやっとかめの中で、はい、あの最初にタコ食ったのも名古屋人だねよって歌ってるから、これは確かだろうと。あ、なるほど、いうことを熱っぽく語ってたんですが、でその後何年後かに、はい、カラオケでちょうどその名古屋はええよやっとかめが入ってたから、それをちょっと歌ってみたんですよ、はい、そしたらあの最初にタコ食べたの名古屋人だねよ多分って入ってて多分がついてた。多分ついてたんですね。多分がついてた。ああ、なるほど。あ、多分忘れてたな。名古屋人だでよまでは覚えてたんだけど、なるほど、多分って書き合いの手が入ってたんで
まあでも名古屋人、あの名古屋人が聖書翻訳したんで、ええ、日本で最初に書かれた聖書は名古屋弁だったらしいです。ああなるほど、多分多分お相手は元帥こと楠本修正とマーシーこと真島新太でした。またお会いいたしましょう。バイバイ。